ずっと南米の南の方でガイドさんをやっておったんですよね。もう30年ぐらいかな。私が最初向こうに行った頃っていうのは、日本が強かった頃。ジャパンズナンバーワン。ね。ノーと言える日本って、わかる人にはわかる。ね。で、その頃からまあ20年、失われた20年って言いますけれども、私が海外にいた間、ずっと日本のプレゼンスがじわ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 って下がってきた。で、それは数字の上でも出てたんだけれども、こっちは体感として、現地にいる日本法人が、それこその櫛の歯が欠けるようにっていう、ポツポツ減ってった。これはなんか良くないよねっていう感じはずっと持っておったんですよね。一番それをシビアに感じていたのがシリコンバレーにいる日本人の方。私、海外でずっとガイドをしていて思ったのは、やっぱりここ20年で海外で普通に旅行に来る若い人が減った。ね、だからやりたいことあった時に、それを日本でやるのか海外でやるのか、日本人だけでやるのか海外の人と一緒に組んでやるのか、これが今、我々の頃はもう実際に海外に行かないと海外の人と組めなかったんだけど、今はもうネットでね、誰とでも組めるし、どこにいても一緒にチームを組めるし、どっからでも情報を引っ張ってこれるし、こんな夢みたいな時代ないじゃないですか。グローバルキャリアっていう言葉があるけれども、私はこれはね、ボーダレスキャリアっていう言い方にしたい。グローバルっていうと、そこに行って、例えばアメリカ行って、アメリカの会社に入って、そこで働く。違う。もう日本にいたまんま、アメリカの人、私の場合は南米の人と一緒にチームを組んでリアルタイムで働く。皆さんね、何年やっても英語を使えるようにならないとか言ってるけど、それは錯覚で、私に言わせれば使えるんだけども、使ったことがないから、だから基礎体力があると。例えばサッカーで言えば、皆さん基礎体力はめちゃくちゃあるんだけども、ドリフトの練習をしてないから、ボールを蹴る練習してないから、シュートが打てないだけで、シュートの練習、ドリブルの練習、リフティングの練習をすれば、皆さん、ものすごい基礎体力があるから、すごく実践レベル。英語ができるようになると、インプットできる情報、つまり集められる情報の量が、冗談でなく本当に10倍以上になる。なんでか、世界中の情報は一旦英語に翻訳されるから。ね、だからそうすると、10倍のインフォメーションが集まる。それを自分の中で考えて、で、日本独自の、ね、あなたが今まで身につけてきた知識とか教養とかの中で、こうそれをこう消化していって、なんか面白いこと、あ、思いついた、それを英語にしてまた発散すると、また10倍の人にリーチできるわけ。日本の教育っていうのは今のままで十分いいと思う。十分いいと思うんだけど、ちょっと付け足さなきゃいけない部分がある。それがいわゆるコミュニケーション能力っていうやつ。これはね、言葉ができるようにとか、英語が喋れるようにっていうことじゃなくて、マインドセットを変えなきゃいけない。どういうことかっていうと、自分で考えたことを言葉にするのがコミュニケーション。なんだけど、日本は考えるトレーニングっていうのはしてない。だから、英語は僕喋れません、私が喋れませんっていうことをよく突き詰めて考えると、ねえねえ、皆さん、考えてます？っていう話。考えると、おのずと言葉に出るんですよ。これからの時代、AI 時代、3つスキルが必要だよって言って、これ3つの C って言ってね、トリプル C、クリティカル・シンキング、コミュニケーション、コラボレーションっていう。で、これ、無理くり C3 つにまとめちゃってるんだけど、クリティカル・シンキングっていうのは、要は、まあ、ちゃんと考えようよっていう。批判、直訳すると批判的な考え方っていうのは、別に批判しなくてもいいんだけど、鵜呑みにしないでちょっと一歩止まって考えようっていう、そういうこと。何でもかんでも、特にまあメディアリタレシーとかネットリテラシーとか言うけれども、鵜呑みにしない、ちょっと一遍立ち止まって考えよう。そのクリティカルシンキング。で、コミュニケーションっていうのは、それを伝える、伝える。いろんな人から情報をもらって、自分の中で考えて伝える。で、コラボレーションっていうのは、これはチームワークですね。仲間と一緒にコラボレーション、
一緒に協力して協力して協力してなんかをやってくる。この3つ、この3つは AI にはできないことだって言われて、それで21世紀スキルはこの CCC が重要だよっていう。うん、だから今の日本の教育っていうのはものすごくしっかりしてていいんですよ。だから日本も国力こんだけいいし、君ら優秀な人たちがたくさんできる。何が足りないかっていうと、この3つの C が足りない。だからこの3つの C だけ皆さん自分でそれを意識して身につけるようにしてもらえば、皆さんものすごく面白い世界が待ってる。我々が誰に何の話をしたいかっていう時に、やっぱり一つには若い人たちに海外出るって結構面白いよって話をしたい。遊びに行くのもいいけれど、海外で仕事をするのはもっと楽しい。なんでか、いろんな人がいるから。まあもっともこういうコロナのあれで留学生自体が減っちゃって、うん、なかなかその後そこに居つくっていうのもなかなか難しいっていう状況になったので、じゃあでもこういう危機感を皆さん持ってるんで、じゃあ今できることなんだろうっていう時に、今例えば日本の学生なんていうのはリモート、学校、日本にいても学校に行けませんっていう、リモートです。で、家の中でみんな不安になってるわけですよ。どうしたらいい、このままでいいの、ダメだよねっていう時に、ちょっと努力する、こういった努力してみようよ、こういったことを考えてみようよっていう、ちょっとしたこう手招きですよね。こっちの方来たら面白いよっていう手招きをする。学生さんって普通親御さんと学校の先生しか大人の人知らないじゃないですか。外の世界って通学の間の電車の中しか知らないじゃないですか。でもね、世界が広いんだから、で広くて面白いんだからっていう話をリアルにしていきたい。あとはこういう勉強したらいいよ、こういうスキルを身につけたら役に立つよっていう、そういう話をどんどんしていって、いろんな人の夢をね、こう持ってもらいたい。あともう一つは大人に話をしたい。要はね、保護者の方、親御さんと、あとは学校の先生、就職指導、進路指導の先生でお話したいのは、やっぱりね、皆さん保守的なんですよ。手堅く安定、いやいやそうは言ってもいい学校行って公務員になったら安心だからっていう、うん、まあ公務員向けの人もいるでしょうし、公務員自体も素晴らしいその仕事だと思うんだけれども、そうじゃなくて、やっぱりやりたいことを自分で見つけてそれに向かっていくお子さんの背中を押してあげよう、お子さんを信じて背中を押してあげようっていう話を親御さんにしてあげたいなと思う。今まだコロナでなかなか皆さん不自由してるけども、来年春4月から新しい学期が始まる。その時にね、私たちが今こうやって喋ってることをちょっとでも思い出してもらって、あ、ちょっと疑問に持つ練習してみようかなとか、ちょっと海外の人とネットで英語でチャットとかしてみようかな、怖いけどっていう、うん、そういうのをいろいろ試していってもらって、まあ、機会があれば旅行でもいいから海外にちょっと行ってもらって、よその世界の空気を吸ってもらうっていうのはものすごく大事だと思うんでね、いろいろ経験してほしいなと思う。うん。